今終わったばっかりなんですけど、いやゆえって言うんで言いますね。こもりカップ始まるよ。この人を追っかけてけば優勝できる。いや今日は鬼がいっぱい出てるから、ね、やばいっすね。やばい人がいる、やばい人が。ブラーモ、スティーズブラーモでお願いします。それではスタートしてください。おはようございます。釣り子 TV です。こもりカップ2月25日の雨、1日頑張ってみたいと思います。とりあえずね、3匹目指しますよ。じゃあ行ってきます。よし、ディープからに入れて一回ちゃんと底につけて、でトゥン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 って感じ。はい、というわけで始まりましたこもりカップ2024ということで、先日の練習動画に引き続き本番の動画なんですけども、朝一ね、この後すぐにね、スーさんが魚をまずかけてっていう展開なんで、そこまでね、ノーカットで行こうかなと思うんですけども、朝一のね、本当、1投目といった感じで、先日の練習で最後ね、もう残り8分間ぐらいだけディープでダウンショット試してみたところ、好反応が得られたエリアなので、まずはね、そこから入って、それで3匹揃えてですね、その後大きいの狙いの展開をしていこう、こういったね、作戦でスタートしてみたんですけども、当日はね、もうなんか強そうな人がね、あらかたみんな出ていて、この中で上位を入賞を目指すとしたらどうかなっていうことで、この時期ならではの箕面とか巻物で大型を狙っていく釣りと、はたまたまあちょっと冬を引きずったような感じの魚をかき集めて、それで成績とする戦略か、どっちかね、もう本当出発寸前まで悩んだんですけども、まずは魚を触って、それでね、落ち着いてから次の展開を考えようというね、こういう作戦でスタートしてみました。スーさんもね、釣り子 TV もレッグワームのダウンショットをね、ちょっと深めのところ、まあ、とはいえね、岸際に投げて、でそこから魚が食いそうなところまで探ってくるっていうね、こういう展開で始めたんですけども、スーさんに連れて、釣り子に連れてってね、朝テンポよく釣れるんで、まずはそちらをご覧ください。わかんない。魚。よし。25あるかな。いきなりよ。レク。レク。開始どうね。ないですか。1センチごまかしてもなんない。リリースで。はい。まあでも KFC 杯これでウェインなんで。おめでとうございます。そこまで悪い濁りじゃないから、苦労じゃなくてもいいかな。釣れてるやつ、
そう、この前俺が最後釣れたのもその角に、そこだとねちょっと深いからもうちょっとしっかりねこの内側まで入れて、そこだとねもう 7-8 メーターぐらいになっちゃうから、こっちだと木も生えてるのか、うん、7-8 でも全然いいんだけど、どうせ投げるんだともっともうちょい岸際に入れて、岸から深い方までしっかり探って落としてった方が、岸際ってわけじゃないんだけど、その落ち込みでそこら辺にふわーっといるやつが追っかけてって、たまたまそこで食ってるっていう印象だから、精神戦として、うまいのこれだけ送って魚の持ってる写真って。まあそんなもんでしょう、この時期は。なんか嫌な予感が、魚だったらやべえな、魚だ魚だ、そうさ、タモよいしょ、これよっしゃよし、そうさ、投げて投げて、あ、はかりだけもらっていい、あるキーパーある、はい、レクワームキーパーありましたよ、25センチ、イエーイ、速攻釣れた。この感じでね、とりあえず3匹揃えて、そっから考えます。ね、釣れんでしょ、こここれは黒でございました。クソ、スーさんの25あったらあと1匹で展開できたな。まあ釣れるよ、この感じ、群れてる。ちょっとステイで食ったね。け、全く動かしないで。ちょっと待ち入れながらの方がいいかもね。ああ。この釣りの時集中力欲しいから雨まだいらないっしょ。もうだって雨の恩恵で釣ったようなもんだ。いや。そう、まあ、そうや、はいはいはい、そう、そう、そうっすね、雨ドーピングだった今の、そうか、今釣れないだ、うん、ちょっとファサーって振るぐらいがいい。あ、やべ、もうちょい右だな、重くなっちゃった。 OK、OK、OK、そんなもんでいい、 OK、サンキュー。枝か、あんまり岸際タイトすぎるとそれ怒んだよな、やっぱさっきぐらいのちょっと、あ、わかんねえ、スーさんの魚だったのかもしれない。あるからな、鈴掛けはもうちょい沖からギリで入れた方がいいか、もう坊主は逃れたからな、うん、落ち着いてる、落ち着いて当たり待てるね、確かに。結構だんだんのとこはやっぱ信じらんないぐらい先端になってるから、あと時田岬とかああいうあれに巻き込まれるとなんか潰し合いで終わる気がするから、ここはね結構
ギャンブルなんだよね。シャローに上がってくる。そこのブレイクラインは、あれはバスなんだ、ああいうの。うん。案外ああいうのしっかりバスなんだよね。なんとか浅間詰め効果で3本揃えちゃいたいな。この真下まで探っちゃうと、ここも14メーターぐらいあるから、結構なんだろう。5、6メーター先ぐらいまでツンツンしたら回収に入っちゃっていいと思う。でもね、その角地は1個ね、考えとしては、俺もそうだ、今釣れたし、この前のラストもそうだし、なんかちょっとそっち行くと16メーターになるんだ。もうそのディープからの上がりっぱたの肩になんか群れてるのか刺してきてるのかって感じだけど、いや今日そんな走り、ま、東や西ってわけじゃないが、もうちょっと釣りする時間多く取りたいから、ほんとここプラス西ちょいぐらいで、これ3匹揃えたらこの中のシャローも誰もやってないかチェックしたいんだけどな。とりあえずツンツンやって、なんとかもうこっちの方とか、そうそうそう、ちょっとずつ、なんか今日のその魚が好きな連中行ったり来たりしてる感じだろうから、越冬でじーっとしてるっていうよりは、そのスクールみたいなのがたまたま30の群れだったら30の群れで釣れるだろうし、まあ若干ちなんかいいサイズはもう上に上がっちゃってる感じはあるんだけどね。そっちのさ、届くようだったら、そっちの、うん、まっすぐで、その岬を絡め、そう、まあまあ、いろいろそこら辺もいるだろうから、まあでも一発ワンチャン。やっぱりなんかね、そうは言ってもなんかそういうちょっとした立ち木とか絡めるとさらに有望になってくるから、釣り的には何回も似たようなとこには入れちゃうだろうから、そういうちょっと味変も交えつつ、案外もうここら辺で今測ってるとさ、11メーターぐらいあるからね。ここもまだタイミング的には40とかまで混じるとは思うんだけどな、うまいこと食えば。うん、いやなんか元気で行ったり来たりしてるのがたまたまそのフォーリングで追っかけてくて食うとか、とてもない失速を最初の出だしが良すぎて鬼失速勘弁してくださいよ。12時くらいにもうすげえ顔したやつでしたからね。なんだよって。案外いるんだよな今の時期な。見えすぎちゃってんだもん。もうちょっとカバー感を。魚がいないように見えるんだよ、ね、とか舐めてたらこの前な、原さんこういうとこからよし、ウォッシャーとか言ってなんかつって薄いね。なかなか待望のコンが来ないね。今日まだ当たりもらってない。あれ？あ？いやゴミ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 。いや俺絶対サオクン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 してると思うんだけどな。またスーさんこれ絶対魚なんだけどな。絶対魚だと思って。いや違う違うこれ違う。だ違う違う違う。絶対そうだと思ってゴミそんなクンクンしないと思うんだけどな。やっぱ雨パワー必要ですかね。あ、来たんじゃないこれ雨パワー。雨パワー、お、来たよ来たよ来たよ。お、そんなに何って釣ってな、中槽に、うん、餌を釣り出したね。またチャンス試合、お
チャンス試合入るかもしれない。いる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 。ここ8メーターの5メーターぐらいにもっさーってなんか映ってる。餌が刺してきた。ってことはやっぱこの5メーターぐらいに入れて、そっから5メーターのショルダーから中層フーン、中層フーンのとこで食うと思うんだよ。わ、すげえ。チャンスですよ。あら、すいません、わかる？あれ、これ、初めて今日アラババ投げた方がいいぐらいの映り方してきました。ちゃんと3匹釣るまで今日は冒険、一切冒険しないという。モンキーは3匹に含まれますかみたいな。ギルだったら持って帰れたんだけど、ダメだ、釣れねえな。かといって2月だからそんな大冒険もできねえじゃん。微妙に新しいエリアに入っていきます。ここのボサボサよりこっちエリア、今日まだ誰も触ってないから、フレッシュな冬バスくんがいてくれると嬉しいな。なんとかでもみんなが浅いとこ浅いとこって言って手薄になってるこのディープで3本を揃えちゃいたい。おっしゃ、違うか。冒険する前にマジでここで諸条件は揃ってるはずなんだけど、そんな雨も寒い雨じゃないしね、これ全然我慢できる。コーンって入んねえな。2月だもんな。な、朝一で釣れたのが奇跡なのか。奇跡の2発だった。スーさんのな、あと数センチだったんだけどな。頼朝方面行っちゃうかな。その間にそこら辺を箕面でやりながら行った方がいいか、一気に行った方がいいかで今すごい迷ってるんだよね。まあスーさんと俺で箕面投げながら松下抜けてかも、一気に行っちゃうか。ちょっとラスト一投お願いしていい？まあ俺もうここら辺でちょいちょい箕面投げてる。うん、じゃあちょっと移動しますかね。あー、取れなかった。くそ、作戦が失敗したな。もうちょっと釣れると思ったんだけど、箕面。じゃあちょっと行くね、スーさん。スーさんちょっと行くわ。まあまあちゃんと振ってんな。そこに泡がありますよ、伝説の泡が。ここら辺はあると思うんだけど、え、当たった魚？結構浅いよそのあたり。いや一応でもいるからさ、魚は。おばさん釣れました。釣れた。釣れたっぽい。5匹？5。え？釣れた。でかい？いいな。でかいじゃないですか。おめでとうございます。負けてんじゃん。負けてんじゃん、うちのチーム。いきなり負けてますよ。ホバスド。ねえ、
じゃあ雨も本降りだし、本命行ってもいいですか。本命もう釣れちゃうよ。よいしょ。え？さっきの魚何センチあった？26、7。一応そこの橋桁からさのあたりがこの前ずっとボイルしてたんだよね。ちょっとここ数日の冷え込みでいるんだけど、そいつらがいるんだけど食わないみたいな状況だといいんだけどな。原さんが釣ったのはそっちだけど、なんかずっともうやってないかなって入ったらまたずっとボイルしてたから、ここら辺にそのちょっと冷え込んだからちょっと深いとこ行こうってやつらがいないかなと思って探ってんだけど、昔りょうくんと乗ってる時にさ、1月に初バスここら辺でなんかノーシンカーで、ノーシンカー投げるとなんかやたら釣れるみたいな時もあったし、なんかね魚はたまるんだよ。一回乗っかっちゃうとさ、そっからまたディープに行って戻んないんだよね、8メートルとか。そうだから、あとはまあどう食わせるかみたいな話だから、ダウンショットとかスモラバでいいと思うんだけど、まあこんぐらい雨降ってたらミノもあんのかもしんないし、そんな底べったにこだわんないでもいいのかなと思いつつ、ディープで釣れるとやっぱ25センチ以下とか混じっちゃうけど、ここはもう春の場所だから、ここで釣れれば25以上は絶対確定だと思うね。2月許してくんねえな。当たる。当たる。いる。うわ、追ってる。すげえ、やっぱボイルしてるわ。ボイルしてる。ずっと追ってくる。追ってくる。ビローラ。引っ張られない。今何回当たったかな。飲んだ。ちっちゃい。ちっちゃかった今のは。この浅場にいるよ。立てるぐらいの。何回も食ってきた。この前のそのボイルしたやつだ。やる気全開だね。スモラバいいかもしんない。スモラバ今あれかった、ちょっと今変えよう。重くしちゃったんだ。いや、ここ超浅いから、うん、こんなん俺はもうすげえ重くしちゃった。いや、ここは軽くした方がいいな。カバー貫きモデル。うわー、この前よりさ、雨でちょっと深くなったからさ、この前こっち来れなかったんだ。この上乗っかってるわ、バス。うわー、なんで今の。みんなこっちまでやってないんだな。そうさ、軽めのスモラバー、できるだけちっちゃいトレーラーって感じだな、多分スーさんだと。ずっと追ってきて、ずっとなんかまとわりついて食ってきたけど乗んなかった。魚がちっちゃかったかな。あー、ルアーは合ってたんだな。今の食ってよ。ただ巻きの方がいいのかな。いやー、くそー、戦後一軍のチャンスだったな。むずいよー。そんな深くないしね。大
まあこっから先はねそんな大丈夫だと思うんだけど、そうだ、ビローラって持ってないよね。え？あービローラのノーシンカーとかいいよ。ここまあこの浅い、まあそんなずっとやるわけじゃないから面倒だったらまあ全然。まあちょっとそれが寝かかったりなんかしたらとかでいい。いたなあ、クソいねえよとか思って超油断してた。普通にいたよ。まあちっちゃかったけどね。それがさめちゃんこだったらもうショックで立ち直れないけどさ、ビローラが口に入るか入んないかぐらいのちっちゃいやつだったからさ。でも雨とこの流れは意識してるようだからタイミングで刺しては来るんだろうけどな。結構三島の釣り方だけどさ、釣れんだよ2月で。もうジグヘッドでもなくさ、もうほんとただノーシンカーでさ、ゆっくりただ引き。今はこうちょんちょんやんのじゃないのかなと思ってさ、スーってゆっくり巻いたらさ、コンココココンココンとか言って食い出してさ。え？まあバチ、ビローラの場合さ、それやるとさオートマチックにあのお尻が動いてんだよ。プリ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 絶妙に。まあでもここまでここのこの一番浅いとこで刺してるってことはやっぱそっちの方もチャンスだから丁寧に。前は目に見えてその小魚のもう身の上に引っかかってくるぐらいの群れと、それにボイルしてたから、あの時もだからビローラノーシンカーでやってりゃよかったんだな。まあ勉強になった。スーさんどう、大丈夫？おう。ちょ、これはなくす。大丈夫ではないな。大丈夫ではないんだけど、まあ。雨だからしゃあなしだよ。俺もその色のバルナ持ってるはずなんだけどな。あれ知ったじゃん、車でなんか色抜いてるなんて絶対干してなかった。抜いて実践投入開始して行方不明になった。アイスシャットしかなかった。薄いのあるよいやバルナ係はまあスーさんにバルナじゃ食い切らないようなやつをこのホバストで魚さえ刺してくれよ、パーンって食ってくれそうなのは分かったんだけどな。あんなちっちゃい子が元気にあんな食ってくれるんだ。まあでもあれつっても25なさそうだったな。精度が下がってきてるな。集中集中、貸し切りだい。ちょっとこの時期のセオリーっぽい流し方します。うわぁ11時半です。この前1匹目釣れたら11時半だから。そう、あそこのでっかい崩れのカバーで釣ってインタビュー撮ってたら金庫頑固になってた。あと2時間半かやべえな。あと1時間ぐらいでね1匹1匹ぐらい釣ってさ、もう未納じゃねえみたいになったら最高なんだけど。ちょっとこの冷え込みが悪さしてんな。冬に戻っちゃって。まあ釣り的には坊主逃れをしといて心は楽だね。
あ、でも今このまま行くと三尾田中か稽古田中に名人の座を持っていかれる。一応ここら辺からキーになる3メートルにの駆け上がりがそこにザーッと入ってはいるんだけど、なんかチーンとしちゃってんな。浅井川か。絶対な、最近の話だともう絶対ここに乗っかってはいると思うんだけどね。ただなんかすげえ当たり出すのがむずいんだよね、この浅井川に乗ってるやつ。いるのはいると思うんだけど、いやーこれ勝てねえな、やべえな、しょうがねえけど。楽勝で3匹釣ってそっからだと思ってたら3匹取るのがむずい。なんか本当やっぱ雨も中途半端だな。おしゃ、食った。そうだ、タモ、タモ、そうだ、行くよ、行くよ、よっしゃー、浅井川いた。ビローラ、あのね、ビローラに似た、なんつうのかな、一世のこういうやつ。ほ、浅井川いましたよね。11時半超えてようやく春っぽい魚、一世のねライアーミノーね、のホバスト、こんな感じでホバストをツンツンツンスーツンツンツンスーってやったらゴゴーンってね、いやー気持ちいい。亀山バース2匹目、イエイ、やったね。よし、あと1本スーさん、あと1本だ、2人でツンツンツンスーツンツンツンスーって感じで入れてったら、スーって沈んでる時にグン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 って持ってった。はい、2月ライアーミノーのホバスト、練習は裏切らないね。この前ね、ロードベッドで原さんがビローラ4インチで釣って、で俺ビローラの4インチ今在庫がないから、似た感じのは何かなって、この一世のライアーミノーをホバホバしてたらスコーンと持ってきましたよ。ね、ああいうのが餌をってこううろ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 してるってことだから、もうあとは信じてホバホバすれば。今この前の逆言ってるから、この前はカバスキャーホバスとダウンショットだった。今日はダウンショットホバストだから、あそこのカバー行ってカバー脳進化入れてボンって釣れたらもう練習の通り、遠目に入れてこうちょっとちょん 3、4 回ちょんちょんちょんやってスーってちょっとレンジ入れるために入れなんか沈めて、またちょんちょんちょんってやってちょっと上すぎるかなって言ったらちょっとだけ沈めてみたいに、下に
ちょっと大きめの重り入れて、この針とかあるから、もしもうビローラでまんまこれやりたいって言ったら針出すから、すぐその大きな針出してる木のあたりまですごい同じような条件が続いて、もうなんか魚がこのフラットの上乗っかってフラ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 、いいのいたら食おうみたいな感じでうろついてんだと思うから、広範囲に。ちょっとスーさんの早くてさ、俺も早くて釣れなくて、もうこうちょんちょんちょんはやんだけど、したらこうもうこっちの手離しちゃって、一回ふわーってこう糸がたまーに止め入れる感じで、中層を泳がし続けるのもダメ、なんつうの、ほんと今日ボイルとか水曜日に比べて見えないから、この前結構な頻度で表層でなんかやってたんだよ。だけど魚はそんな変わってないはずだから、表層のちょっと下をしっかりと、でもそこやるんだったらダウンショットでいいから、なんかダウンショットで狙ってるのの一個上ぐらいをふわふわ狙う。なんか違うよね。釣れたから饒舌になっております。さっきまで自信のない塊みたいな人が。この竿も何年ぶりかな、魚釣ったの。何年ぶり。いや、これずっと原さんに貸してたのよ。それ貸してくんないって言われて、で原さんこれ超お気に入りになってて、でさ、そろそろちょっとマジ貸してもらえませんかっつってで原さんこれ中古で買ったのよ。それでこの前そこへ釣ったの。あ、で俺もあの竿、そうだよな、原さんから返してもらったからもうあんだよなと思って掘り出して、で昨日夜11時半にこのリグをリグって眠てーって思いながら、もう絶対雨ん中現場でリグれねーと思って、あの感じの食い方ってことはもうそこら辺に群れでいるんだと思うんだよな。うろうろしてる魚がスコーンとルアーの前に通りかかってくれれば。あのイメージとしてはさ、ランデブー前超丁寧にやる感じ。ここまさにランデブー前って感じの地形なんだよな。この条件が OK だったら、あっちのあそこの岬の張り出しの上もありだから、このロードベッドとこの三角形をずっと回ってればどっかでもう一匹出会えると思う。今日も今ポンと釣れたのがこれだから、上40まであると思うんだよな。ここ今の40センチないかな。ないとは思うけど、でもいいコンディションだよね。多分35、6ありそうだったから、太く見えた。なんかお腹も詰まってる感じだったよね。うん。さっきよりこのちょっと風が一個吹いてきた吹き出しのタイミングでもあるかもね。それさ、ノルマ一匹頼むよ。まだ俺が釣ったからスタートできたんだろうって。確かに。あのみんなのやる気を出して、うん、あの船2点くらい分も。確かに一等目だよね、あれ多分ね。一等目じゃない、マジで。一等目くらい、うん、事故で釣れたの。いや、今日別に想定通りの釣りしてるよ、ずっと。あわよくば、あの一発のディープ、一発目のディープで二本取っとけばすごい楽だったんだけど、キーパーね。まあこのぐらいの時間にここら辺で魚が上で食うってのは分かってたから、別に想定通りだよ。まあ
俺はいいと思う。大船団で釣り勝つこともないだろうし、ライブスコープの人とかもいっぱいになるし、スコーンと。こういう厳しい時に連れてくれると信頼ルアーになっちゃうな、これな。おかっぱりではさ、呆れるぐらい釣れてたことはあったからさ、でも船ではあんまり使ったことなかったから使いやすい。これでスーさんのそれにね、おー来たーとか言って45ぐらいの釣れたら、もう今日もういいよね。帰着でもいいぐらい、ね、まあでも絶対でっかい50アップとか今日釣ってくる人いそうだよね、この天気だから。久しぶりにお立ち台に行ってみたいよ。これもうちょっとゴミ打つのかな、ゴミ用に。でもちょっとこれじゃ入らないかな、軽い。このヘッド使う、何かある。あ、それ借りていい、なんか適当につけて。いや、いい、すっげーいいのついてんだけど。何付け方が、付け方が、もうさ、うまく付けれなくてさ、完璧した3回くらいやり直して、これだから。なんか糸の結びも怪しい。マジか。3回くらいやって、もうこれでいいから。出た、鈴影クオリティ。マジ、ここから出たから。これをゴミに。ここが原さんカバースキャカバーなんだ。ここでさ、俺そっちにアラバマ投げてて、急にバーンってこう目の前にバスが飛んできてさ、合わせ強すぎて。超琵琶湖で50何とか釣るタックルでやってるからさ、原さん。ビョーンって飛んできて、釣れたよとか言って。すげえなと。そう、都合よくはいかないか。カエル待ってるようなバスだったんだと思うんだよな、カバスキャの 3.5 なんか丸飲みしちゃうんだから。これすげえカエルっぽくていいんだけどな。スーさん、あそこのちょっとダウンショット場の方に行こうか。いつものところで。そっちのストレッチ。ダウンショットもできるし、ホバストもいく。あ、なんか今ボイルと。あ、いや、あの鳥の群れか。まああいつら苔食うやつだから意味ないだろうけど、鳥さんもいっぱいいるし。1時帰着だとここで調和せるんだけど、2時だといいな。まだ。終わってるよ。動きも違うだろうし、ね、あと1本が出そうで出ねえな。入ったな。ここら辺のシャローも刺すとき刺してんだけどな。なんかちょっと春はあるよな、春の要素が。でも2月ってさ、そこまでダウンショット別に釣れなくね。な、釣れないってのは言い過ぎだけど、なんかあの1月までの越冬バスを狙うっていう釣れ方じゃない。いい時間なのかな。いい時間なのかな、もう。こいつも見てない。見てない。1時5分。1時5分か。やべえな。1時5
あと55分、移動30分ぐらい。あー、閉まったな。1時5分か。終わったか。あと1本取れればいいのに。この1本取れればお立ちだったなみたいな展開になりそうだな、これ。ラストスーサービローラリグって、そこバーってうちに行ってみる。どこ？この奥地。どうせワンチャンぐらいしかないからさ、スーさんのオシンカーで、俺ホバストで、新しいでかい、ちょっといいサイズでも刺してくれてれば。じゃあちょっと奥行くよ。ノーシンカーも激ゆっくりただ巻き、お尻がゆっくりプリ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 やるかやんないか、岸際とかに入れてゆっくり。やっぱ流れの感じは変わってねえな。まあ見てる感じ誰も入ってはいないから。あ、いいねいいねいいね、そんな感じでゆっくり。さあじゃれついてくるから。最後どうするかね。これこれわかる、スーさん、ここにほらわーっていんの。変更じゃねえのか。ああ、わかんねえか。ここら辺全部魚で、ほら。あ、本当だ。すげえ。これにバスがついてたのよ。で、さっきもチビバスはだからこいつらずっと食ってるやつがいて、ビローラに、あ、ビローラだな、あの時。ビローラには何回もハフハフって食ってきたのよ。これがもうここら辺いって一体に今いんの。わで、前はね、バスがファッファッって銀色でバイトしてんのが見えたんだけど、今日はそこまでじゃないの、残念ながら。ラストどうすっか。帰り出しつつ、朝一釣れたところ入れたら入るか。さっき5分だ、もう15分ぐらいだもんな、多分な。やべえか、帰り出した方がいいのか。すげえ濁りとクリアが混ざり合って、ここら辺もう水色はもうバッチしたんだけどな。やばい。はい。27分。嘘。よしよし、やばいじゃん。もうスピニングこれしまうから。スーサー開始1投目ぐらいで釣れて、俺も適当に釣れて、よし、あ、3匹余裕だねっつって、その後11時半くらいまで沈黙を。小森さんとか釣れたの？鯉か。ゲームセットですね。いやー、蹴ります。なんかさ、どういうことって。でもなんかあの鴨川の方でさ、すげえカマスが連れ下がってんだよな。ああ、もう山田さんライブより動いてるよ。どうでした？勝ち？え？どうですか？なんだこれは、どっちだ。え、でかいの取れたんすか。3匹 3? 3?
6? いいなぁ、じゃあ絶対勝てねえじゃん。さあ、ロープ超えるよ。入りますね。体が固まってて操船できるかな。6本。え？嘘だ。ライブいるって。え、ゼロ？165です。写真を撮ります。はい、質問の対応してきました。誰と誰と。はい、39センチ。はい、じゃあお疲れ様です。口の長さ39。お疲れ様です。やりました。こういうの持ってくださいよ。いや、ちょっと落水したんですよ。すげえ。2月ですよ。こんな、何で釣れたんですか。モコリクロです。モコリクロ小堀カップで。参りました。すげえな。お疲れ様でした。ありがとうございました。ホコリクロ、はい、1.8 のライトテキサスでめっちゃスロース、超スローで、あとはレッグアームで5本。5本で、まあ、ムンキーも入ったんですけど、はい、ムンキーが3本でキーパー2本で、であと何だっけ、ヤマタヌキでも1回当たってパンと思ってたけど、ちょっと待ちすぎて吐かれちゃって。お疲れ様でした。じゃあ釣り子さん準備できましたんで、表彰式の方始めたいと思います。5年ぶりになりました小森カップです。雨の中の開催でしたが、皆さんお疲れ様でした。雨の中大変ご苦労様でした。本日ですね、52組、参加でウェインが22組、結構照れてる大会になったなと思います。例によって小森カップなので、何位から発表しようかな。とりあえず5位から発表して、まず表彰台を、それでは5位から発表していきたいと思います。第5位、田中光一鈴掛ペア、ウェイトが2本で 865g、 たった2本じゃないね。はい、おめでとうございます。ペアだと上手に2人でも。続きまして第4位、第4位、里見さんペア、ウェイトが3本で 930g。 このコモリカップですね、トキタボートで行われる、ザ・ストロンゲストの、グランチャンピオンシップの権利が3位からは与えられます。この第3位、いいの豊かさ、590g。 僕より違うんです。3位、僕より違うんですね。
続きまして準優勝は稲間さんペア。プレートが 1710g 3本です。残念ながら2回目の優勝はできなかったです。復活しましたコモリカップ2024耐える優勝は宮内さん。写真だけちょっと垂らしてくださいね。ちょっと上着の方抜いてもらえますか、店員。女性も言うならダメですね。もう誰が何だか分かんない写真だな、これ。濡れたおっさんが立ってる写真だって。これも自分の下着やらせていただいてますんで、もし、興味が、トーナメントに興味ある方、このコモリカップ以外でも参加したいなって方は、ぜひ見ていただいて、で、年末にグランドチャンピオンシップっていう大会があって、そこは、また賞金、なんか、大きなものがありますので、それに出ていただければと思います。そう、あと3月末まで、トリタボードでビッグシュトーナメント、レーグンのやつもやってますんで、5ジャンプ釣れたら持ってきてもらいたいと思います。で、今日の釣りに関しては、皆さん、多分誰か友達といると思いますんで、インタビューしてないんですけども、これ、よく考えたら、コモリカップって、インタビューしたことないですよ。ないよね。あったっけ？いつも時間切りにしてないですよ。なので、ホームページでまたお話しますんで、楽しみにしてお待ちください。じゃあ、本日は、雨の中、事故はあったんだ。そうそう、皆さん、事故で。落水事故がありました。朝、あれほど言ったのに。あれほど言ったのでね、ちょっとね、僕思うことがあって、ずっとここ亀山ダムでガイド等をやるときに、自分でもハイデッキをずっと使ってないんですよ。理由は本当に落ちたら怖いから。なので、もちろんその釣りをする上では有利かもしれないんですが、まあ皆さんもだんだん年齢が、年を取っていってますんで、そうですね、ハイデッキ乗られる方は皆さん、くれぐれもこの先も気をつけて釣りをしてください。これから長い1年間シーズンまた始まりますんで、事故ともないように、またコモリカップでお会いできますように楽しみにしてます。それでは皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。コモリカップ終了です。またよろしくお願いします。向こうに向かうよ。でけえ。あれだ、スレだスレ、バスじゃないよ。ホイタロー。